はい、ねバイバイって言いながら片付けしてて思い出した。あのね、俺前回も忘れかけてもうもう暗からか取らなかったんだけど、あのタイヤね、タイヤのナット、これこのネジ、これね、さっきあの適当にある程度の力でつけてるだけなんで、必ず一回車体を下ろしてからもう一回あのガチッとつけてください。俺ね、この前も忘れててね、なんかね、いやこの前暗くてもうね帰ろうってなってたから、ちょっとしたらね変なカタ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 って、変な走るとカタカタカタってなって、なんか車高調、これもしかして中古で買ったからね、車高調壊れてるかと思って、俺なんかもしかして、いや忘れてる気がするなと思ったら、俺ナットちゃんと閉めてなかった。だから上である程度閉めてるんだけど、やっぱあの車重重さがかかると、あのやっぱりね、あの変わるんだよね状況が。はい、ということで、ちゃんと、トルクレンチでね締めたいと思います。でちなみにトルクレンチのトルクは、まあ、90か100とか、まあ、大体その辺らしいね。まあ90でもいいらしいんだけど、まあいろいろ調べてもう分かんないよね、人それぞれみたい。なんか、うん、で車種の説明書見てもなんか特に規定はなかったじゃないかな。見てみようか。いや、ありましたね、ちゃんとしたトルク、締め付けトルクと、書いてます。うん、これだね。はい、書いてますね、締め付けトルク103ニュートン、らしいです。まあまあ100で間違ってはないんだけど、まあ一応ちゃんと、説明書にね書いてある103ニュートンで締めたいと思います。K なのになんかみんなネットでは90とか書いてあったわけけど、103なんだね。はい、103。はい、上の数字見えてます。ほぼね、100と、下が細かいね、3ですね。はい、これでね、締めていきたいと思います。どっから締めてもいいんだよ。はい、全部締め終わりました。これで完璧ですね。で、これ言われてるのが必ずトルク、今ね103に合わせてるけど必ず20に戻してくれた。トルクレンチ全部そうだからねそうそう、これだけ忘れないようにしてるんだけど、もう昔ねちょっと仕事とかで使ってたのあれなんですけど、必ず終わったらこの最低のね、これ20から140なんで20まで戻してくれと。20戻しました。よっしゃ。はい、ということでこれでやっと終了でございます。はい、今回もね見ていただきありがとうございました。最後の確認は必ずしましょう。以上でございます。ラーサーラーサー、いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。